P-7P-7 はアメリカ合衆国のロッキード社が開発していた対戦哨戒機。P-3C の改良型であるが開発非要化と冷戦の集結により開発が中止された。実機は製造されていない。1980年代中頃においてアメリカ海軍はソ連の原子力潜水艦の脅威に対応し、 P-3C よりさらに長時間紹介活動を行える機体を求めるようになった。ロッキード社は1986年頃にはすでに P-3C の改良型である P3G の開発を進めていた。1988年にアメリカ海軍は新型長距離対戦紹介機の提案募集を行った。これにはボーイング757改造案。 MD-91 改造案などが出されたが、P3G 案が採用された。海軍は、これに P-7 の名称を与え1989年に1月より、全規模開発を開始することとなった。P-7 は P-3C の、拡大改良型であり、ペイロード量の増大に伴い、主翼も拡大され、全幅も大きくなっている。 リブのマッドブームは機外に突き出しておらず、その分、全長は短くなった。アビオニクス機器も近代化される。P-7 は1992年までに2機の試作機を製造することとなり、量産型は1994年から2001年にかけて125機の製造が計画された。開発費は6億ドルを目標に。 最大7.5億ドルとする固定費制とされた。しかし、1989年11月に、ロッキードは開発が遅延し、試作機の初飛行が2年ほど遅れるのみならず、開発費が3億ドルは超過する見込みであることを発表した。この開発費超過に加え、冷戦が終結したこともあり、1990年7月に開発は中止された。 開発機器の一部については、P-3C の近代化改修の参考に、されている。イギリスの米ニムロッド MR2 の後継機とする案も、あったが、これも中止された。ありがとうございます。